佐古雄二は日本の SEO コンサルタント、EC コンサルタント、大阪府生まれ、株式会社有機の委員代表取締役、EC サイトのカートサービス、カラーミーショップの講座の講師のほか、EC、ウェブ、SNS 活用セミナーなど講師として登壇も行う。中小企業や EC サイトを中心にコンテンツマーケティングや SEO のコンサルティング、 クラウドファンディングのコンサルティングを行う、株式会社有機の委員の代表を務める。ウェブメディアへのコラムの執筆を手掛けることもある。幹部兵士、吉重流佐古氏の末裔。NHK アナウンサー、佐古秘書、元川瀬トレーダーで、佐古、FX アドバイザリー有限会社代表の佐古、高尾との遠赤関係はない。水田市で幼少期を過ごし、ゲームクリエイター専攻後、 ネット通販会社、ゲーム会社を経て、新種アパレル SPA 入社。EC の店長、制裁管理、実店舗、卸売を統括。2017年4月、在籍していたアパレルメーカーの自社 EC サイトで、一般社団法人 E コマース事業協会主催の、第9回ネットショップグランプリ準グランプリ受賞。2020年1月、ウェブサイト、 ネットショップのコンサルティングを手掛ける株式会社キノのンを創業。2020年7月、公益財団法人大阪産業局、大阪産業創造館、クラウドファンディングサポートプログラム総合プロデューサー、就任。株式会社に転機、SEO、コンテンツマーケティング担当執行役員を正規から、声優、山寺孝一の大ファンであり、 本人と対面を果たした日のことを、ウェブコラム、背景、山寺光一様30年かけて届けた手紙に、綴っている。山寺が所属している、アクロスエンタテインメントの後輩である保よ、雄一、中村修吾と親交があることについても、先日のコラムで言及している。SEO ライティングやり方。スマホファーストのコンテンツ SEO、エピソード48。 ネットショップ運営代行のサバリ株式会社。2021年1月24日閲覧。会社概要。株式会社有機の院。2021年1月24日閲覧。ネットショップ道場で、本店サイトの分析力アップ株式会社に転記。niten-kai.com。2021年9月8日閲覧。5社限定、オンライン開催。 少人数制、スクール、カラーミーカレッジオンライン第1期制募集。お知らせ、最新情報、カラーミーショップ無料で、本格的なネットショップ作成サービス。お知らせ、最新情報、カラーミーショップ無料で、本格的なネットショップ作成サービス。2021年9月8日閲覧。人気コーラムまとめサコシのコラムから学べること、第1回から11回、EC の見方。 EC の見方。2021年1月26日閲覧。クラウドファンディングを成功に導くためのポイント。スモールビジネスハック。渡る方、オンライン。2021年5月7日閲覧。サコッチ先生のネットショップ診断。第1回。スマホサイトの見せ方を改善。読む読むカラーミー。サコッチ先生のネットショップ診断。第1回。スマホサイトの見せ方を改善。 読む読むカラーミー。2021年9月8日閲覧。武将スーツ第4弾。薩摩隼人の勝負服。島津義弘スーツで鹿児島おこし。CAMP-FIRE.JP、e.。2021年1月24日閲覧。株式会社 NFL、佐古有事様。E コマース事業協会。2021年1月24日閲覧。 クラウドファンディングサポートプログラム大阪の中小企業支援機関大阪産業創造館大阪の中小企業支援機関大阪産業創造館2021年1月24日閲覧第5回背景山寺孝一様30年かけて届けた手紙 EC の見方 EC の見方2021年10月27日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュ MBC 単価後ステータス1 1 1 k 4 4 2 0兆90億3434万34 6496ツイッター2021年10月27日閲覧大阪王武将スーツを勝負服に大阪の紳士服メーカー現代の侍応援大阪 毎日新聞。2021年10月27日閲覧。2018年版。EC 業界大図鑑 EC の見方。EC の見方。2021年10月27日閲覧。月刊商公開2021年6月号。www.shokokai.or.jp、ok。2021年10月27日閲覧。 ありがとうございます。